難病 ALS と戦う女性が立ち上げた富士宮市のグループホームが開設から半年を迎えます。新たな入居者が加わり、スタッフの士気も高まる中、患者たちにとっての希望の光も見えてきています。富士宮市に今年5月にオープンしたケアサポート志保。立ち上げたのは難病 ALS 筋萎縮性側索硬化症と戦っている清志代子さんです。まだ始まったばかりです。もう少し心にゆとりを持って、仕事には順序付けとリズム感を持ってやっていただけたらありがたいと思います。自分が病気になったことで医療的ケアが必要な人を受け入れる施設がとても少ないことを知り、ないなら自分で作ろうとこの施設を立ち上げました。7月には清さんと同じ ALS の女性患者が入居しました。筋肉の萎縮が進んでいるため、声は出せず立つこともできません。自分たちのスキルを上げて入居者さんをどんどん受ける、それをしていかないと本当に、ね、厳しい状況でなっているっていうところ の、 あの危機意識というかをみんな一緒に持ってもらいたいんですよ。スタッフの技術を上げるため、清さんは自分が練習台となります。自分で洗わずに全部お任せコースでいいですか。はい、私が着替えを用意したら訓練にならない。重い病気を患っていても自分の家のように過ごせる居場所として立ち上げた施設ですが、人の命を預かる施設であることが大前提です。私も自分が悪いのかなと反省点はあります。あまりにもアトムな雰囲気になってしまっているので。施設の入り口で首を長くしてある人を待っている家族がいました。まあどうしようもねえ、脊髄やっちゃってるからさ、下半身麻痺しちゃって動かねえだよ。着きましたよ。すいません、どうもご苦労さんでした。待っていたのは48歳の息子です。東伊豆町の病院から2時間以上かけてやってきました。辛いね、辛いね。ちょっと動きますよ。はい。男性は4年前東京で害虫駆除の仕事をしているときに6メートルの高さから落下し、脊髄を損傷しました。よいしょ。はい、今度頭下げる。いいの、遠慮しないで言ってください。男性は胸から下の体が麻痺し、自発呼吸ができず気管切開をしていますが、意識ははっきりとしています。新型コロナウイルスの影響で面会が思うようにできず、男性と家族が地元富士宮市にあるこの施設を見つけました。両親が男性と会うのは1年ぶりです。まあここへ来て安心したね。やっぱりもうちょい変わってくると思うだけ、やっぱ沈んじゃうとね、一番ね、良くはないだね。本当に沈んじゃうと思う、病に負けちゃうだね。なんかね、本当に自分ごめんなさい、心配してるけど何にもできないじゃん。こういう施設ができるって本当に奇跡ですよね。そういうほら状態、今の体の状態でうちで本当に見れないし。こんにちは、栗田と申します。これからよろしくお願いします。お昼の食事を飲まさせてもらいます。とりあえずスタッフは男性に積極的に声をかけながら、介護の仕方について家族と意見を交わしていました。もうね、スタッフの皆さんが
弟に対しての言葉もすごい温かいし、なんかもういいんだよっていうところで、まずはね、本人きっと皆さんの関わりにて安心してるんじゃないのかな。翌朝、聖さんが男性と初めて顔を合わせました。おはようございます。頑張ってこちらにお越しになられましたね。道中大変だったでしょう。痛みはないですか？脊髄損傷の場合は時によっては神経が伸びて今より症状が改善されるということも考えられますので、希望を捨てないで。この日、聖さんは新聞で希望の光を見つけました。すごい、なんか京都大学の研究チームがALS 患者の iPS 細胞を使って見つけ出した薬に病状の進行を止める効果があったと発表したのです。進行を止める薬の発見は世界で初めてです。やっぱり私は治るんだよ。希望を捨てずにいればいつか必ず薬はできる。病と闘う患者とともに前を向いて生き続けます。